願いします。では、ただいま宮津コースの就任会見を始めさせていただきます。2023年度のシーズンから日本ハムファイターズの一軍のバッティングコーチをすることになりました。選手そしてチーム全員で優勝するという気持ちを持ってレベルアップしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。まず八木コーチにお伺いします。はい。コーチをのオファーを受けた時の率直な気持ちを教えてください。そうね、率直な気持ちって言ったら今もうまずは、びっくりしたというのが最初の感想です。で、直接電話いただいたんで、すごく光栄なことだなということを思って、よしやってやろうという気持ちになって、決心しました。この1年新庄監督のファイターズの野球というのを見られたと思うんですけど、はい、どういうふうにご覧になってましたか？いやそんなに見てない。たくさん見てない。そうよ、たくさんは見てないんだけども、メディア等々たくさん出てるので、その感じと、それから甲子園球場でやった試合は3試合見てるので、その甲子園球場でやった試合は非常にこう鮮烈に、記憶に残ってると覚えてるので、ああいう野球ずっと1年間やっていきたいなという感じがしたような試合ぶりだったと思うし、23年度はですね、優勝するとイーグルス言ってますので、それ叶うようになんとか攻撃陣の方得点力を上げたいというふうに思ってますね。新庄監督にお伺いしたいんですけれども、八木コーチにオファーを出した経緯と一番期待していることなんでしょうか？監督お願いしますって言われた1年目だ、今年ですね。今年に本当は八木さんにお願いしようと思ってたんですよ、頭の中で。まだ1年目でそんな出しゃばれないんで、まだ言えなくて、で1年経って終わったら、あの球団の方に八木さんで行きたいっていうことを言おうと思ってオファー出しました。で、タイガース時代ね、八木さんと一緒にやらせてもらって、僕が八木さんに話をかけれるような存在の方じゃなかったんで、スーパースターすぎて、でまた俺、一軍に上げてもらって、隣が和田さん、今、タイガース二軍監督、で僕、八木さんでめっちゃ嫌でした。それ緊張しますよね。うわー、これ真ん中でもう、でもね、全然そんなこと思ってない。お前は全然普通でした。でね、一番八木さんの練習をしてて、あ、すごい練習、いい練習してるなと思うのは、バッティング練習で八木さんだけベースの前に立って練習されてたんですよ。で、やっぱりいろいろ考えながらやってるし、で、代打のね、そのテクニックというか、今の若い選手は1打席、2打席、1球が勝負になってくるんで、その辺は、八木さんに、全て若い選手たちに叩き込んでほしい。で、今ファイターズの平均年齢が 22.5 歳、若い選手が多いんで、勝つチームじゃなくて勝ち続けるチームを作ってもらいたいなという期待はしてます。はい。八木コーチは今のお言葉を受けてどうですか？はい、若い選手が多いということは、これから根気がいるんだなということを今すごく思っています。正直言ってみんなの力量を把握するには すぐにはいかないかもしれないけども、早めに力量を理解して、この選手たちが長くレギュラーになれて強い日本ハムファイターズが続くように、そういうふうな形でやっていきたいと思ってますし、やっぱり代打というものがそのクローズアップされますけど、やはりレギュラーでバリバリやるというのが第一の目標なんで、そういう選手たちをしっかり、作っていきたいと思います。その中で少しでも勝負強い選手が多かったらなと思います。先ほど得点力を上げていくという話をされましたけど、はい、コーチとして来シーズンの攻撃陣の目標、はい、どんな目標を立てますか？
目標はまあ全てにおいての数字をアップさせるということですね。打率、チーム打率で、チーム本塁打、チーム得点数、こういったあたりを上げていくことがやはり勝ちが増えていくということになると思うので、それをアップさせたいと思います。八木さん、選球眼が良かったんで、その辺でフォアボールの選び方というか、まあ打ちに行っての見逃すっていうテクニックも期待したいし、はい、あとキーポイントである交流戦、八木さんはね、セ・リーグの試合たくさん見てきてるんで、ピッチャーのミーティングにも参加してほしいし、全ての面でアドバイスしてもらいたいなと思います。